2024年3月11日、本日は結婚記念日、10周年記念です。本日やってまいりましたのは、中納言、東京大森ベルポート店、伊勢エビ料理店です。今年は大奮発しちゃいましたよ。こちらの東京大森ベルポートは、現在放送中の USJ の CM でも使用されており、この日も何の撮影かは分かりませんが、なんやら撮影が行われておりました。今回こちらのお店に決めたのは個室があったことと、私がエビ好きであること。お店は建物の2階なので、景色を楽しむというより全集中伊勢エビの呼吸です。まずは食前酒、お酒が飲めませんのでリンゴジュースに変更してもらいました。100% のリンゴジュース美味しかったです。2品目は季節の前菜。緊張していて話が頭に入ってこなかったのですが、食べてみたところ、多分ホタテです。甘く煮てあって気持ちもほっこりしました。3品目は伊勢エビのサラダ、中納言風。伊勢エビの殻を中心に左右に分かれていますが、片側1人前になっており、2人前として運ばれてきました。上には伊勢エビの身が乗っており、レタス中心のお野菜に和風ドレッシング、結構ボリュームがありました。今ご覧いただいている映像ですが、このように撮影するのが初めてで、緊張してお箸がうまく使えません。人生ももう半世紀が過ぎようとしているというのに、たかだかこれくらいで緊張してしまう。今年はもう少しズーズーしくいきたいです。サラダのエビはボイルしてあるもので、プリップリの食感が楽しめました。そんなにエビ感がなかったのは高級だからでしょうか。多分癖が全くないように調理されているのだと思います。エビ独特の鴨もほんのりする程度、さっぱりといただけました。続いてのお料理は特選伊勢エビの池作り。ちょっと動いているんですけど、もっと動かそうとツンツンしてみたり、残酷だなとはちょっと思いますが、ありがたくいただきましたし、このエビちゃんにも直接美味しくいただくよ、ありがとうねと声をかけてからいただきました。命をいただくわけですからね。食べ終わってからもちゃんとお礼を言いました。痛々しい大人ですね。こちらも片側1人前で2人前の盛り付けとなっています。先ほどのサラダと同様、こちらの伊勢エビちゃんもとてもプリプリ食感。エビのお醤油とやらでいただきましたが、ものすごく食べやすくて美味しい。あっという間に食べてしまったのはエビ好きだからでしょうか。薬味も美味しくてお醤油が絶品でした。5品目は洗濯可能なお料理で、私が選んだこちらは伊勢エビの一本揚げ天ぷら。大きすぎますが、エビの天ぷら食べてるって感じがしてとっても幸せでした。こちらは夫が注文したアワビの蒸し焼き。コリコリとした食感かと思いましたが、とても柔らかく食べやすくなっていました。アワビも食べる機会が少ない食材なので、食べることができてとても嬉しかったです。6品目は伊勢エビのお吸い物。合わせ味噌とのことで、少し甘めのお味噌汁。具材はわかめとお豆腐で、伊勢エビからのお出汁がたっぷり出ていました。あと2杯くらい飲みたいと思うほど美味しかったです。お口直しの氷菓子は柚子のシャーベットでした。8品目はいよいよメイン料理。こちらは夫が選んだ伊勢エビの中納言焼き。ボーイさんが食べやすいように殻から身を剥がしてくれました。こちらはイメージとしてはエビグラタン。
エビの甘みが感じられて美味しかったです。私がいただいたのは伊勢エビの具足煮。身がとても締まっていて、あんかけとの相性がすごくよく、しっかりとエビっぽさもあって美味。お野菜もあんと絡めていただきました。私はあんかけものも好きなので、このお料理は最高でした。一番エビっぽい感じがしましたよ。身がカラカラ取りにくくてちょっと苦戦しましたが、味は絶品でした。そして伊勢エビの霜降り茶漬けと香のもの、熱すぎないお茶で霜降りになる伊勢エビのお茶漬けです。もう少しエビが多かったらなと、散々エビを食べてきたのにまだ思ってしまうほど美味しくいただけました。そして最後はデザートのメロン、ものすごい勢いで食べ終わってしまいました。最後にコーヒーをいただけたのですが、取り忘れてしまいました。というわけで、今年の結婚記念日は10周年、今後ともお互いによろしくねを挨拶をして終わりました。今回お世話になったかつ伊勢エビ料理中納言さんでいただいたお料理はこちら。絢爛コース1人当たり24,200円税込みでした。大奮発してしまいましたので、しばらく質素に過ごします。中納言さんのホームページアドレスは説明欄に貼っておきますので、お祝い事の時に利用してみてはいかがでしょうか。今年も夫婦仲良く過ごしていきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。